藤井聡太は2002年7月19日に愛知県瀬戸市で生まれる。5歳の夏に母方の祖父母から将棋の手ほどきを初めて受ける。藤井は瞬く間に将棋のルールを覚え、秋になると祖父が藤井に歯が立たなくなっていたほど強くなっていた。そして瀬戸市内の将棋教室に入会。入会時に師範から渡された500ページ近い厚さの指し手のお手本の本を1年間かけて完全に理解、記憶している。藤井はこの時、まだ読み書きができないため、符号を頼りに読み進めている。2010年3月、小学生1年生で日本将棋連盟のプロ棋士養成機関東海研修会に入会する。2011年8月、小学校3年生で第10回全国小学生倉敷王将戦低学年の部で優勝。そして同年10月に JT 将棋日本シリーズ東海大会の低学年の部で優勝する。2012年1月小学生将棋大会に出場して伊藤匠に準決勝で敗れる。伊藤匠は後に藤井聡太と同じくプロ棋士になっている。同年の9月、小学生4年生で新進棋士奨励会に入会する。奨励会は3段から6級までで構成されており、2段までは東京と大阪に分かれて行い、規定の成績を上げると昇級、昇段となります。3段になると東西を合わせてのリーグ戦を半年単位で行い、上位2名が4段に昇段し、正式にプロの棋士となります。しかし、その道のりはかなり厳しく、奨励会への入会だけで司法試験より難しいと言われ、奨励会に入会できても実力者が集まる場であり、プロになるまでほとんどの人が脱落していきます。プロ棋士になるのは1年に4名だけ。150名ほどが奨励会に在籍していても、プロになるのはわずかです。奨励会の在籍条件もあり、21歳までに初段になること、26歳までにプロ棋士になることとされています。藤井聡太は14歳2ヶ月で奨励会4段に昇格、見事にプロ入りを決めている。これは最年少棋士記録になる。それまでの最年少棋士記録は加藤一二三の14歳7ヶ月で、藤井聡太はその記録を実に62年ぶりに更新した。中学生でのプロ棋士は加藤一二三、谷川浩司、羽生善治、渡辺明に続いて5人目だった。幼い頃から天才と呼ばれ、奨励会に入会後もあっさりと4段に昇段したかに思える藤井聡太だが、奨励会ではなかなか勝てず6連敗して苦しんだ時期もあったそうです。負けた時に会館の中では平常心を保つが、母と会館を出た途端に大泣きしてたそうです。藤井聡太のプロデビュー戦は藤井聡太が更新するまで最年少棋士記録を保持していた加藤一二三。この対局の両棋士の年齢差は62歳となり、かなり話題になった。そして見事に藤井聡太は加藤に勝利して公式戦勝利の史上最年少記録を更新したのだ。そして藤井聡太は2020年17歳10ヶ月でタイトルを獲得して、タイトル獲得最年少記録を更新。2021年には見事にタイトル防衛に成功。18歳11ヶ月での史上最年少記録でタイトル初防衛となる。こうして数々の記録を更新続けている藤井聡太の活躍が今後も楽しみだ。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。